今汗すごい？びちょびちょ。トイレ行ってらっしゃい。今度こっちですか。何それ？こや。あ、このコップはこの前100均で買ったやつ。そう。見せてください、ちゃんと。知ってる。うん、かわいいよね。あ、でも前髪。でも前髪。前髪やばいね。もう汗でぺったんこ。しょうがない。はい、じゃあ宿題やります。はい、宿題終わったらてっちりおやつだいもん、うん、でしょ、うん、そうでしょ、うにゃん、靴下のがちゃんとあっち持ってくんだよ。はい、白のところのおもちゃになったページだ。今日2ページ？多い方？うん。多いの？多分多い方。本当？今日どうでしたか、学校は？学校？うん、内科検診あったね。内科検診あった。はお腹ポンポンするやつ。そう。もう変ちゃった。んここがやぴょーちょっと減っちゃう。おいしいなもん。これ取る。うん。それも取るの。じゃあどうなる。わあ、めっちゃめっちゃここ暖かい。あ、チロンが狙ってる。どれよ。え、やつ。おやつ狙ってる。チロン食べんのか。食べません。これはチョコなんだよ。ここめっちゃかゆい。どこ見せて。蚊に刺されちゃった。食べる。うん、やったー。何食べるの。
しっとりチョコクッキー。しっとりチョコクッキー。これママ何個食べよう？何個食べるの？全部。全部？全部か。うん。もうね、熱盛ね、秋になったんだって。え？秋になった？ああ。ダウンロードするのかな。ああ、全然やってないからもう久々すぎてやるから。じゃあ2段入れよう。うん。コーラね。うん。これ1個買ってきたから開けてみる。うん。グラム？うん。じゃーん、ドラえもんのチョコエッグ。1個だけだけど、開けてみる。あ、これ映画だ。これ映画のやつだ。映画、あ、ほんとだ。見たの？映画ね、映画に出てきたやつが載ってる。ちょっと開けてみる？1個だけど、こういうのは綺麗に開けるんですよ。そうなの？それ綺麗じゃなくてもいいんじゃない？ビリって破るよ。うん。ここ。おお。久々のチョコエッグだね。美味しいよねでも。うん。なんだろう。なんだ？お。ん？なんだった？去年の。去年の？なんだと思う？わからない。全然わかんない。船。船。一回ラウンドアップ見る。うん。のび太のなんて書いたの？ん？のび太の。これ？うん。のび太の？南海大冒険。ペコと5人の探検隊。ペコもあったんだね。ペコペコが良かった。南海大冒険。そう、すごいね、いっぱいあるね。意味が欲しかったのはこのペコちゃん。ペコちゃん映ってるかも。あとあのあれ、ママちょっと見せて。どれ？パオパオ。パオパオ、この20倍のね、パオパオ。あ、パオパオね。はいはい、ゾウさんみたいなやつ。チロ。チロ、ダメよ、あにゃちゃん。これ海賊だ、ドラえもんが。海賊？ドラえもんが海賊になった。見て、ほら、海賊マーク。はい、ということでね、久々のチョコエッグちゃんでございました。はい。しーちゃんが帰ってきた。あ、お姉さん。ジミが前描いたやつまた描こう。ママ。ジミがね、前描いたやつをまた描く。もいもいのだよ。
あ、切れた。なんか落ちてた。なにこれ。なんか書いてあるんですよね。持ち物、スイッチ、お菓子、先生のプレゼントの材料。これは何ですか？昨日遊びに行った時の持ち物。うん、そうだね、昨日ね、学校から帰ってきてね、昨日お友達のお家に遊びにね、行きましたね。その時の持ち物か。そう。え、先生のプレゼント作ったの？お手紙作ったけどね、うん、プレゼント作る時間なかった。あ、そっか。お手紙書いたの？うん。渡した？あ、明日渡す。明日渡すんだ。うまくできたの？え、3人で協力して作ったの？それとも一人一人？一人一人。あ、一人一人作ったんだ。うん。へえ。3人で一緒に渡すの？そう。先生喜ぶかな。楽しみだね。うん。ねみちゃんさ、うん、遊びに行ったりしないときはさ、うん、ずっとそこのソファーにいるよね。うん、いる。だからさ、ルーティーンとか動画撮ってもさ、場所変わんないよね。うん、変わんない。確かに変わんない。ズボラさんだもんね。ズボラ女子です。ズボラ女子ですね、ほんと。ズボラな小学3年生。だよね。でも今日は5時からお友達とスイッチやる約束してるんでしょ？うん。最近ね、学校のお友達と、ゲームをね、一緒にやるっていう約束をよくしておきますね。ね。何時からとかね。学校帰ったら、そう、学校帰ったらすぐねとか。うん。外暑いしね。なかなか公園でずっとって言うと難しい。まあね、来週ぐらいから涼しくなってくるんだろうけどね。うん。まあね。はい、できましたね。ちょっとだけだけど。本当だ、いいじゃん。目をさ、うん、色塗ったらめっちゃ似てそうじゃない？確かに。5時のチャイムが鳴ってしまいました。オーマイガー。オーマイガー。見て、めっちゃ黒。ん？めっちゃ黒だね。上手上手。いいじゃん。ここちょっと消そう。うん、5時でーす。じゃあ遊ぶ約束だから。そうだね、スイッチだね。うん、見て、こうやってここに机さあったらさ、うん、まあ続きはね、また後日やりましょう。はい。キラミのツリーのレシピもらった。へえ。もう秋だ。もう秋だね。ローランいる、ローラン。画面も秋？わあ、秋っぽくなってる。どれ？ほな、ちょっと秋っぽい。久々だな、つもりの画面見たの。ね。リミずっとフォートナイトだったからね。やべえ、慣れてないや。ね、久々すぎてなんか変な感じ？うん。家の中ゴキブリいるかも。見てみよう。ゴキブリ？ゴキブリいるかも。マジ？さすがに大丈夫でしょう。あ、よかった、いなかった。いなかったゴキブリ。うん。黄色スイッチじゃないよ。でも最近ね、うん、オーバーストライプシャツにハマってんの。今着てるやつ。
ストライプのシャツ、あとヒゲね、やっぱね。そう。ヒゲ好きだよね。でくのね。うん。あれ。でくのさ。うん。あの。そばかす？そう、そばかすあるじゃん。うん、それつけてんだよ。リミのお洋服見る？何の洋服？この今めっちゃ地味な洋服なんだよ。すごいね。これ上だよね。かぶってんのもあるんだよね。見てこれ初期だからいろんな色買ったね。すごいですね。そう、これとかかぶってんだよ。視聴者さんからよくもらうの。本当ありがとうございます。うん、それでね、めっちゃ増えた、うん、めっちゃ増えた。衣装持ちだね。現実のリミは衣装ないのにね。見て、織姫、織姫。あれ、さっき着てたやつどれだっけ。ストライプのシャツじゃないの。こうか。リミ、こうやって似てんだ。どれ。デニムのシャロペット。あー、サロペットね。これね、もらったっけ。これ忘れちゃった。色違いなの。へえ。今日この格好で行こうかな。サロペットにするね、やっぱり。うん、帽子もいろいろあるね。どれがいいと思う？リミの好きなのはね、お金ね、ひげに。うん、これにね、うん、この靴下にね、うん、これなん、この格好がお気に入りなの？あ、これ違う。これ、これがお気に入りなの。へえ、いいんじゃん。この格好で行こうかな。うん、今日はじゃあお気に入りの格好で行きますか。お友達やってるかな。ね。見て。うん？同じ。あ、お揃いだね。お友達とちょうど今いてて。こうちょっと。変わっちゃった。変わっちゃった。そうね。一瞬だったね。うん、一瞬だった。